ゴードン、俺様のパンツを洗濯しろ。ゴードン、洗濯が終わったら次は掃除だ。ゴードン、掃除が終わったら昼食の用意をしろ。地球勇者ともあろう者が魔王の下働きとは、なんたる屈辱。歴代勇者の方々に申し訳が立たん。なんだかとっても不満そうだな。まさか勇者が約束を破るつもりではあるまいな。どんなことがあっても勇者が約束を破るわけにはいかん。今の私にできること、それは耐え忍ぶことだ。ハートに揺るがぬ信念を秘めていれば、いつか必ず道は開けるもの。そうだ、こいつに従うふりをして油断させよう。そして隙を見て地球へ脱出するのだ。よし、それまでの辛抱だ。負けるな、ゴードン。その希望に満ちた輝く瞳、お前よこしまなことを企んでるだろう。よこしまとはなんだ。私はただ。おはよう、ラハールちゃん。俺様をちゃん付けで呼ぶなと言ったであろう。あら、だってその方が可愛いじゃない。それよりエトナちゃんとフロンちゃんが魔界を案内がてらピクニックに連れてってくれるんですって。ラハールちゃんも一緒にどう。みんなで美味しいお弁当を作ったのよ。ピクニックだって。それはないだろう、ジェニファー。地球勇者の私が働いているのに助手の君がピクニックとは。でもゴードン、今日は日曜日だからお休みのはずよ。それはそうだが、サーズデイ、お前は私と一緒に働いてくれるよな。ロボットにも休み必要。サーズデイ、ジェニファーたちとピクニック行ってきます。だんだん。あ、この裏切り者。じゃあそういうことだから、あとはよろしくね、ゴードン。ねえ、どこに行こっか。せっかく魔界に来たんだから、ゲーナの海がいいんじゃないんですか。ねえ、あそこ暑いじゃん。ゲーナの海ってどんなところなの。それはもうザ・魔界って感じのおすすめスポットですよ。そこ、お土産売ってる。いや、さすがにお土産は売ってないかと。お土産なら生贄横丁にあるマミーハウスの星首がおすすめよ。私もハマってるんだ。ほら、キャー、かわいい。あ、666年の限定バージョン、いいなそれ。へへー、あげないようだ。じゃあ今日はゲーナの海でピクニックして、明日は生贄横丁でショッピングしましょう。いいね、先生。お前がどうしようもなく哀れに思えてきたぞ、ゴードン。よし、俺様たちもゲヘナの海へ行くぞ。女どもだけピクニックでランランなどと、この俺様が絶対に許さん。おお、それはグッドアイディアだ。我々も同行しよう。決してピクニックでランランしたいわけではないぞ。彼女たちを護衛するためだ。うん、行くぞ。チャンスだ。ピクニックに乗じて彼らを油断させ、魔界から脱出するのだ。第10話、天使と悪魔と人間と。
束の時間を過ぎてもゴードン君からの連絡は途絶えたままか。地球勇者も魔王には勝てなかったか。やつは本物の地球勇者じゃねえ。初めから俺に任せておけば魔王なんか簡単に始末できたのによ。まだそんなことにこだわっているのかね。若い、若いぞカーチス君。私にとっては彼らが魔王に勝とうが負けようが差したる問題ではないのだよ。魔界へのルートを開いてくれた時点で彼らの役目は終わったのだ。魔王退治は口実に過ぎん。ふん、奴らは捨て駒ってわけか。人聞きが悪いぞカーチス君。地球に殉じた偉大な犠牲者たちとでも言ってやりたまえ。あのゴードンがそう簡単に死ぬものかよ。奴を倒せるのはこのカーチスだけだ。今頃魔王を倒してランラン気分でピクニックでも楽しんでいることだろうさ。ランラン、魔界でのピクニックがこんなにもエキサイティングだとは思わなかったよ。こいつ本当に勇者なのか。俺様が言うのもなんだが、勇者というのはもっと威厳があって堂々としているものであろう。これではただのアホではないか。いや、本物のヒーローというのは普段は地味だったり情けなく振る舞ったりして世を忍ぶものなんですよ。そして誰かが助けを求めた時、正義の味方としてかっこよく登場するんです。そうですよね。ええ、そうね。ランダー、そうか。どっからどう見ても純粋に楽しんでるでしょこいつは。ランダー、よしよし、彼らは私の演技に油断し始めているぞ。あとはスムーズに地球へ戻るシチュエーションを作るだけだ。いいですか、あなたの存在は非常に不安定なバランスの上に成り立っているのですよ。それは分かっています。だったらもう少し自重してください。そうしたいのは山々なんですがね、やはり放ってはおけないのです。私の力も永遠ではありません。くれぐれも忘れないでください。うん。
そこだ。
証拠だ。はい、証拠だ。